愛知県岡崎市にある大手自動車部品メーカーの工場です。自動車の変速機を作る最新鋭の製造ラインに、実は江戸時代の技術を応用した機械が導入されています。それがこの製品を運ぶ台車、無動力搬送台車と呼ばれています。製品が乗ると動き出し、下ろすと自動的に戻っていきます。実はこの台車、モーターやエンジンを一切使っていません。歯車をバネやゼンマイなどで動かしているのです。そのため電気や燃料を必要とせず、省エネルギーにつながる切り札として導入されました。構造が簡単で、従来の台車に比べ値段は3分の1以下。その結果、製品製造のコストダウンにつながるのです。台車を開発したのは生産技術本部、池田重治さんを中心とするメンバーです。開発のヒントになったのは、池田さんが子供の頃にお祭りで見た光景でした。お祭りで披露されるからくり人形、江戸時代から伝わるからくり人形は、モーターなどの動力を使わず、人の力とゼンマイで一連の複雑な動きを次々と演じます。この人形を動かす仕組みに強く惹かれたのです。工場の台車の改良にからくり人形の技術を応用することはできないか。メンバーはまず江戸時代に作られた茶運び人形を復元し、徹底的に分析しました。茶運び人形は、持っている皿に茶碗を乗せるとスイッチが入り、ゼンマイの力が歯車に伝わって前進します。茶運び人形というのはもう完全に現在の設備そのものなんですね。もうすごい装置なんですよ。もうあのまま本当に産業機械に置き換えても十分というような、私は思ったんですよね。からくり人形の研究から、モーターを一切使わずに動く台車のアイデアが生まれました。それは製品の重さをエネルギーとして利用する方法です。まず100キロ近い製品の重さで棒を押し下げ、歯車を回して進みます。製品を下ろすと台車は自動的に戻り始めます。製品の重さで縮んでいたバネが伸びることで、歯車を逆回転させるのです。台車は改良を重ねられ、今では28台が工場で使われています。もうすごい装置なんですよ。もうあのまま本当に産業機械に置き換えても十分というような、私は思ったんですよね。からくり人形の研究から、モーターを一切使わずに動く台車のアイデアが生まれました。それは製品の重さをエネルギーとして利用する方法です。まず100キロ近い製品の重さで棒を押し下げ、歯車を回して進みます。製品を下ろすと、実はこの台車、モーターやエンジンを一切使っていません。歯車をバネやゼンマイなどで動かしているのです。そのため電気や燃料を必要とせず、省エネルギーにつながる切り札として導入されました。構造が簡単で、従来の台車に比べ値段は3分の1以下。その結果、製品製造のコストダウンにつながるのです。強く惹かれたのです。工場の台車の改良にからくり人形の技術を応用することはできないか。メンバーはまず江戸時代に作られた茶運び人形を復元し、徹底的に分析しました。
茶運び人形は持っている皿に茶碗を乗せるとスイッチが入り、ゼンマイの力が歯車に伝わって前進します。茶運び人形というのはもう完全に現在の設備そのものなんですね。台車を開発したのは生産技術本部池田重治さんを中心とするメンバーです。開発のヒントになったのは、池田さんが子どもの頃にお祭りで見た光景でした。お祭りで披露されるからくり人形。江戸時代から伝わるからくり人形はモーターなどの動力を使わず、人の力とゼンマイで一連の複雑な動きを次々と演じます。この人形を動かす仕組みに、愛知県岡崎市にある大手自動車部品メーカーの工場です。自動車の変速機を作る最新鋭の製造ラインに、実は江戸時代の技術を応用した機械が導入されています。それがこの製品を運ぶ台車、無動力搬送台車と呼ばれています。製品が乗ると動き出し、下ろすと自動的に戻っていきます。